督、厳しすぎる佐藤への対応。阪神、佐藤輝明内野手が23日、オープン戦初戦となる巨人戦で1号ツーランを放った。6点ビハインドとなった3回西二塁の場面だった。2番手赤星の投じた初球、145キロのうちより直球をドンピシャの豪快スイング。打球は強い逆風をものともせず、ライト最上部の防球ネットにまで達した。追い風なら場外弾と思わせる大飛球にスタンドの1万4000人ファンもどよめいた。1球で打てたんで、そこは良かったと思います。しっかり角度がついていい当たりが打てたとじが持参。相手の失策が出た直後のファーストストライクを一振りで仕留め、本人も納得の超特大の今季初アーチとなった。2021年の1年目から24本塁打を放った佐藤は、球団新人の最多本塁打記録を更新。22年も20本、23年も24本と3年連続20本以上を重ね、通算68本塁打を誇る。それでも周囲の期待度がインフレ状態でポテンシャルを活かしきれていないという声も少なくない。ただ、この日の打球を見れば今季の30発超え、通算100号も期待せずにはいられない。ここまで佐藤の実戦成績は13打数8安打で打率6割1分5厘。6試合連続安打中と好調をキープしている。そんな若き主砲に岡田監督は、別に何にもないよ。使うんやから。使う選手やねんからと多くを語らない。指揮官の表情は、そんなにあって当然と、そう語っていた。このじじい使うやら使わんやらよ、言うてること変わるの。でも、白い歯が見えるくらいの笑顔でしたよ。今年はかなり打つかも、と思わせてくれる。まあ、40本打って、岡本とタイトル争いできる打者だから。今年は2割5分、35本、100打点これで十分やよ。送球の正確さは相変わらず。逆に、結果を出していない選手は使わない。まだまだ信用していません。でも期待してしまいます。あや大きかったな。岡田監督の斜め前にいた平田ヘッドコーチもびっくり顔だったよ。本当に春は絶好調やな。次の WBC に選ばれたらめちゃくちゃ活躍しそうやな。毎年徐々にレベルアップ。期待度も頼もしさも増すばかりです。